ビクセン流の星の楽しみ方と星を見るという体験を通じて実現したいこととはまずはまあ我々がやってるようなイベントにお越しいただくとか、えー、まあ実際にこう双眼鏡で星を見てもらうとか、えー、ずっとあの夜空を眺め続けているとだんだんこう。 なんかこう気配がわかるようになってきて、で、えー、すると初めてこう天体望遠鏡で見たときどうなんだろうという興味が具体的になってくると思うんですね。でなかなかハードルが高いなというのはおそらくは、えー、自分が 天体望遠鏡で星空を見ている姿を自分自身で想像できないんだと思うんですでそれを自分で星空を天体望遠鏡で星を眺めている、えー、星を覗いているような姿を自分自身で想像できるようになるまで、えー、こう具体的にしていってあげなきゃいけないと僕らは思っていますなのでその具体的になるためにはイベントであったり、えーまあ、実際にイベントでこうあの天体望遠鏡をいじってもらったり星をずっと毎日眺めていると明るい星が、えー 昨日はここにあったのに、えー、今日はちょっとこっちに動いてるとか、えー、お月様が今日、えっ、ー、と昨日は、えー、夕方の6時に上がってきてたのに、今日は、えー、7時近くになってこないと星が上がってこないなというようなことをだんだん気づき始めます。教科書に書いてあることですけれども、自分で気づくことによって、えー、より星空が身近になるんですね。なので、こう毎日眺めていることによって、いろんなことに気づいてもらう。で、気づいてもらった先に、えー、じゃあ天体望遠鏡で見たら。 どんなことが起こっているんだろうみたいなことにこう想像力がだんだん豊かになるとこういうあのま機材といいますか天体望遠鏡につながってくるのかなと思います。僕らがやりたいのはそういう想像力を豊かにすることですね。そのきっかけを作ることによってより具体的なえっと天体望遠鏡にこう入ってこれるのかなというふうに思っています。